草月の章、守護の説、猛州の王子。生き延びていた王子ディミトリを含む旧王国軍にセイロス騎士団の残存勢力を加えて新生した王国軍はガルグマクに本拠を据え、帝国軍に対抗すべく動き出したのだが、やはり生きていたのだな。先生、お久しぶりですわね。お兄様も私も心配しましたのよ。よかった。貴殿を見つけるまではジェラルト殿に顔向けできないと。どうやらあんたは相当に悪運が強いらしいな。本当に探したんだよ。レア様は一緒じゃないんだね。先生、あなたのことみんな心配してた。事情はギルベルト君から聞いたよ。これからは我が輩たちも力になる。みんな無事で何よりです。それでは全員を集め今後のことを話し合うとしましょうか。我々の目的は2つ。帝国の打倒、そしてレアの奪還だ。君たちと手を組むことについて私に異論はない。利害は一致しているからな。セイロス騎士団の協力が得られるならこれほど心強いことはありません。大司教は君に全ての工事を託したのだ。これよりは君の意志に従おう。我々はこのガルグマクを拠点とし帝国との戦いに臨みます。内部は多少荒らされておりますが雨風をしのぐ場としては十分でしょう。だけど帝国の奴らもこの用地を警戒しないなんてことはないだろう。いえ、用地といえど大修道院はすでに帝国軍の戦線から遠く離れています。輸送の手間を考えれば不便も多く、さほど重要視はされていないはずです。だがあの抜け目のない皇帝のことだ。監視くらいは置いているかもしれんな。ここを拠点とすることについてどう思われますか。幸いにも町や周辺の村落は残っています。潤沢とは言えませんが軍資金もある。殿下はいかがです。好きにすればいい。もう人事みたいに言わないでください。せっかくまた会えたんですから。そうですよ。あ、そうだ、この後みんなでここの大掃除するなんてのはどうです。掃除かそれいい案かも。ちょっと5年前を思い出して楽しそう。気楽なものだ。確かにそうかもしれませんけど、でも流行るのもわかります。ですがせくことが必ずしも良い結果につながるとは限りません。むしろ拠点の環境を整えることは式に関わる重要な。くだらない。口を挟むな。落ち着いてください殿下。我々はあなたの敵ではないのです。人を陥れる時の常套句だな。なんだ奴は、まるで別人だな。なんだかかわいそうになってきちゃったわ。お茶でも入れてあげようかしら。私とて心情が理解できないわけではありません。ですが今の殿下はまるで見えない何かに駆り立てられているようだ。ええ、私もです。
この前の戦い助かったよ。私の方が助かっているぞ。全部あんた任せでいいからな。戦場に立つ身としてどうなんだそれはとも思うが、あんたの判断に間違いはないと不思議と信じられる。それは私が判断しても同じだ。結果の成否はともかく、その時点ではあんたの判断が最善だと思えるって話さ。それに最近はあんただって私が迷いなく従う前提で指示しているだろう。この状況でそれを言うかみたいな無茶な指示を平気でしてくるからな。言うなあんた。まあいい、頼られるのは嬉しいさ。しかし私の見立て通りだったな。あんたは今じゃ対帝国の指揮官として大軍を動かす立場だ。士官学校で生徒たち相手に教師をやっていた日々が懐かしい。そのせいで今もあんたは皆から先生呼びだからな。一体どこに指揮官のことを先生と呼ぶ軍があるんだか。あんたは根っからの先生か。いや、あんたといると退屈しないでいい。戦争に負けてフォドラに取り残されたが、あんたと出会えただけで釣りが来る。おや、なんだその顔。言っていなかったか、私は10年前に帝国軍に敗れたダグザの傭兵だ。傭兵にとっちゃ敵も味方もない。今はこうしてあんたらに雇われる身さ。変わらず頼ってくれよ。いいな。違う。そんなわけないだろ、グレン。師弟の情など、そんなものは捨て去った。今は、ただ憎い。すぐにでもあの女を引き裂いてやりたいよ。皇帝だろうと女一人を殺すのと変わらない。だからみんな、そう心配しないでくれ。ええ。父上も、母上も、そんな顔をなさる必要はありません。きっとすぐに、彼女の首を持ち帰ります。必ず、必ずその無念を晴らして。何の用だ。そうか、やはり出撃の支度を急ぐべきだ。一刻も早く、早く殺さなければ。そんな悠長なことを言っていられるか。俺は一人でも行く。行かねばならない。失礼します。お二人とも急ぎ迎撃の準備を。帝国軍が我らの存在を嗅ぎつけました。やはり見張られていたようです。帝国軍帝国軍か。殿下、どうか無茶な戦は慎まれますよう。セイロス騎士団が帰還したという報告は確からしいな。骨が折れそうだ。あの兄さん、敵の中に殺人鬼がいるという噂は？さあな。だが我々の兵に損害が出ているのは確かだ。たとえその者が敵の中にいてもいなくとも、騎士団を相手にするのだ。危険は大きい。フレーチェ、お前に前線はまだ早い。後方で支援に徹していろ。嫌です、私も兄さんと一緒に。分かってくれフレーチェ、俺は必ず帰ってくる。約束するよ。わかりました。信じています兄さん。よし、全軍工場の支度にかかれ。ガルグマクにて挙兵の準備を進める王国軍だったが、その動きはすでに帝国軍の知るところとなっていた。
王国軍の存在をいち早く察知した帝国軍の先兵は、若き将軍ランドルフの号令下、ガルグマクを再び陥落すべく進軍を開始する。思いのほか敵の数が多いようですね。ここは火攻めが有効でしょう。報告、敵がガルグマク周辺部に侵入。内部へと侵入されれば大修道院の防衛は叶いません。急ぎ撃退しましょう。その石岩、そうか、貴様が帝国の将兵を殺し回ったという。それが貴様、人の命を何だと思っている。それはこちらのセリフさ、将軍。ここで終わるわけには。捕らえろ。どうにかガルグマクを守りきれましたね、殿下。家族が待っているんだ。俺はこんなところで死ぬわけには。家族だと？畜生の分際で何をほざく。滑稽もいいところだな。お前に家族の情などわかるまい。血も涙もない化け物め。化け物はお前もだろう、将軍。それに気づいていないだけなお立ちが悪い。将である以上、そうして命乞いをする者たちを容赦もなく殺してきたのだろう。それともこの後に及んで自分の手は汚れていないなどと嘘吹くのか。それは戦争だからだ。国のため、大義のため、家族のために。大義や家族のために死体を積み上げるのも、死者のために死体を積み上げるのも、トドのつまり同じ人殺しだ。化け物同士仲良くしようじゃないかな。あ、違う。違うものか。貴様の手からも死臭は吹いているぞ、将軍。黙れ、黙れ。同類のよしみだ、すぐには殺さない。だが仲間の死ぬところは見たくないだろう。ならばまずは貴様の両目から。触れちゃ、お前だけはどうか無事で。何のつもりだ。傑作だな、先生。俺が気に食わないのなら切ればいい。もし切らないというのならば、お前も仲間も骨の髄まで利用してやる。どうにか帝国軍は打ち払いましたが、我々の居場所は割れております。今後第2波、3波と襲撃が予想される。現在の兵力では防衛だけで手一杯かと。というかむしろこれっぽっちの人員と物資で帝国軍を撃退できたのが奇跡ですよ。やっぱり早くロドリグ様に援助をお願いした方がいいよ。ロドリグ殿も広告税の侵攻を受けて苦しい立場には変わりないはずですが、プラルダリウスの領土には
我々と志を同じくする者たちも集結しているのです。彼らとの合流を取り計らってもらえれば、我らの兵力を増強することも叶いましょう。フラルダリウス、ロドリグはまだ生きていたか。そうだったな。親父殿が今のお前を見て一体何というか、ある意味で見物だな。すでにロドリグ殿へは殿下の無事を伝える早馬を飛ばしておりますが、再度早馬を飛ばしましょう。この状況、まず援助を請わねば身動きも取れません。それから殿下、一つお伺いします。あなたは今後どうするつもりなのです？兵を向けるべきは王とか帝とか、どちらだとお考えか？帝都を落とし奴を殺す。戦いは終わり、死者の無念は晴らされる。これ以上に単純な話があるか？そうかもしれないですけど、その間にも助けを求めてる人がいるかもしれないのに。殿下、彼らが憎い気持ちもわかります。ですが王都の民は今もあなたの帰還を、はあ、やめとけやめとけ。余計なこと考えてると剣が鈍っちまうだろ。そうですよね。エーデルガルトを倒してこの戦争を止める。そうすれば王国も。そうね、レア様も探さなきゃいけないし、私は早く帝都に向かいたいかも。私たちは君の意志に従おう。お前は教団を託されたのだろう。ならば帝都に向かうのが筋のはずだ。レア様が帝国に囚われているならば、王都を奪い返している時間などないだろう。いずれにせよ兵力が入りようです。やはり協力の要請は不可欠でしょうね。